第2部、ウォームアップについて。ウォームアップでは、メインのヨガポーズの前の準備体操をします。体を温め、腕や足、関節をほぐすために、海でのお話に合わせて、体を使って波やてるてる坊主を作ったり、ヤシの木やカニになりきって動いたり、海の中のトンネルくぐりをします。それでは一緒に、やってみましょう。はい、海に到着しました。海、何が見えるかな。波が見えるね。お手手で波を作ってみようか。両手を前に出して、小さな波を作ってみよう。小さな、こっちにも波だよ、こっちにも波だよ。そしたら中くらいの波を作ってみよう。お膝を曲げたり伸ばしたりして、そう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 、中くらいの波、今さっきよりちょっと大きい波を作ってみよう。できたかな。できた。今度は大きな波が来るよ。上下、ヤシの木さんの葉っぱ、ヤシの木
ピさんの葉っぱ、葉っぱ見てください。ヤシの木さんの葉っぱ、ヤシの木さんの葉っぱの行くところを歩いてみよう。ヤシの木さんは西筋を示してあげてください。そう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 、ついてって、ヤシの木さんについてって、はいはいはい、元の間となし、そう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 、そう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 こっちだよ、コーヒー君、こっち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 、カニさん通って、カニさん通ってください、カニさん通ってください、カニさん通ってください、そう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 、葉っぱさんの言う通りに動いてください。そうですそうですそうです、カニさん動いてください。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。今度はお母さんは四つん這いになってください。そしてつま先を立ててください。そのお尻を上げてください。またコーキ君はこの下をくぐれるかな。そっちからくぐる、あ、どっちからでもいいよ。くぐってこっち出て、出てきた、こっち出てきた、そうそうそう、そしてお母さん膝、両膝ついてください。お尻、かかとつけてください。手を前に伸ばしてください。そうしたら岩になったよ、お母さん。お母さんが岩になったら、コウキ君はこの上、ここにお腹つけて、お腹、コウキ君のお腹をつけて、お腹ここにギュッて引く、ギュッて、そのまま向こうに行って、よいしょよいしょ、そう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 、ゆっくり、そう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 、はい、できた。じゃあお母さん、もう一回お尻の中を上げてください。そしたら今度コウキ君、こっちから向こうに行ってみよう、こっちから向こう、そう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 、せーの、よし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 、向こうに行って、はい、でお母さんもう一回岩になってください。コウキ君向こうから今度こっちに来てくる、ここにお腹つけて、はい、そのまま向こうに、よいしょ、そう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 、さあもう一回やっていきましょう。お母さんお尻高く上げてください。でコウキ君くぐってください。うなぎさんになって、おおはい、お母さん、よし、岩になってください。岩の上を乗り越えます。コウキ君お腹つけて、上手上手上手、はい、OK です。お母さんありがとうございます。